ウクライナ情勢について全然興味を持っていなかったので、内容はあまりよくわからないんですけど、どうやらロシアはもう侵攻を始めたという状況なんですよね。で、これが今後どうなっていくのかはわからないんですけど、YouTube とかでこう指揮者の人とかが喋っているのとか、そういう動画いろいろ見てみると、どうやらこのままロシアがこうすんなりウクライナをこう制圧してしまうっていうんですかね。アメリカがこう干渉してこないっていうんですかね、勝った場合、今度はそれを見た中国が、に火がついてしまって、台湾をこう何とかしようとしてくるんじゃなかろうかと。なんかそういう話もあるんですよね。ああ、確かにっていう感じもするというか。で、なんですよ。これは、ある意味、ちょっと日本にとってはチャンスになるんじゃないのかなと思うんですよね。何のチャンスかって言ったら核武装できるチャンスっていうんですかね。これ、ロシアがああいう風に侵攻したけど、アメリカ、やっぱり、なかなか、なんていうんですかね、武力行使するの難しいでしょと。ああやって力ずくで来られても、自分の軍隊を出すとか、結構しんどくないですかと。中国が、もし来た時に、日本が、もし核武装していたら、どうでしょうかと。台湾に影響するかどうかわからないんですけど、中国も台湾を取りにくくなるんじゃなか、ないですかと。日本が核兵器を持っていたら、っていうんですかね。そういう交渉ができるっていうんですかね。このままだと、ロシアのこの状況を見て、中国がもしかしたら台湾をこう、実効支配しに来る可能性がありますよと。しかし、日本が核武装していれば、中国はやっぱりちょっと、様子見るんじゃないですかと言えるっていうんですかね。で、これ核兵器さえ持ってしまえば、今度はアメリカとも対等になれると思うんですよね。だからそのことは伏せといて、中国怖いですと。自衛隊とその沖縄の米軍基地だけでは、もしかしたら中国は武力行使してくるかもしれません。それは怖いですと。日本も核武装していたら、さすがに中国もなかなか大胆なことはできないんじゃないですかと。こういう交渉ができそうなんですよね。これすごいチャンスだと思うんですよね。で、真の狙いは核兵器を持つことでアメリカと対等に並ぶっていうことなんですよね。もうアメリカの、いや、確かにアメリカの軍隊に守ってもらってるし、すごくありがたいですと。ただ、うちにも核兵器あるんですよと言えるっていうんですかね。そういう圧をかけれるようになるっていうんですかね。いざとなったら、あるんですよと。そんな難しい要求を日本にアメリカさん突きつけてきますけど、みたいなんとか、に使えてくると思うんですよね。まあそういうふうに使う必要はないと思うんですけど、まあ、無理難題を押し付けてこようとされた場合っていうんですかね。だから、これはもしかしたら日本にとってはチャンスになるかもしれない状態っていうんですかね。逆にこれ日本が核武装しなければ、これかなり怖いことになってくると思うんですよね。中国どんどん来ますよと。しまいには、あれ沖縄は中国やったんじゃないですかと言い出しかねないっていうんですかね。まあそれはさすがに沖縄にアメリカの基地があったら、まあある意味核武装してるようなもんなので、あれなんですけど、まあ、核の傘って言われてるんですけど、やはり傘では怖いですと。実際に持たせてくれと。本当に来そうですと。中国がみたいな。こういう交渉に使えそうな、事態になるのかなと。まあ、このまますんなり、ロシアがウクライナをこう制圧してしまったらっていう話なんですけど、どうやらバイデンさんは弱腰なようなので、習近平さんがどういう態度に出るかっていうのはわからないっていうことなんですよね。なんかそういう話があるので、じゃあそれをなしにして核武装させてもらいましょうと、こういう交渉は多分しないと思うんですけど、してほしいなと僕は思うんですけど、このウクライナ情勢がどうなるのかはわかりません。なんかそういうことを考えていました。以上、芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。